久保さん。あのー、やっぱね、読まないですよね。いろいろと。まあ僕もあんま読まないタイプなんですけど。<laughs> まあ一回ね、あのー、まあ熟成さんから相談を受けまして、まあちょっとトラブルがあってと。で僕もね、いっぱいいろんな商品売ってきたんで、それはお客さんのトラブルをい、あのー、ね、この18年で、 それはいろいろありますので、まあ、その経験のもといろいろアドバイスして、今はその熟成さんはですね、ちゃんと契約書を作って、お互いに書面で直筆でかまして、さらにハンコも作っていう。で、顧問弁護士もつけてやってるんですけど。<laughs> まあ、ちゃんと直筆で書いて半個もしてたらやっぱ書類としては強いので <laughs>。で、顧問弁護士もいると。多分まあ、法的には、あの、いけると思います。 書面もあるし、反抗してるし、お互いに、あの、こう、やってるし、こっち顧問弁護士いるし、<laughs> で、その書類も顧問弁護士さんに見てもらっての、あの、書類なんで、だ結構ね、やっぱ、あの、なんだろうな、うん、うん、いろんなお客さんいますからね。だら僕の場合は今、その、やっぱ、相当た、ドリアカも相当高くしちゃったんで、やっぱね、30万の時はいたんですよ。 まあまあい、まあまあいましたね。ちょ、ちょっと何人かね、あのー、あだこんなになった人もいますし。うん。まあ、億万長者も、億万長者合宿もなりそうでしたけどね。億万長者合宿に参加したら億万長者になれるんですかみたいな。なれるんだったらいくらでも払いますよ、みたいなも、ね、う <laughs> ぶち切れてね、その、ぶち切れて回答動画送りましたけど、さすがに来なかったですけど。やっぱね、久保さんの言う通り、なんか、 会社が嫌だから、家でも嫌なことしたくないんですよね。単純に。会社が嫌だから、お金稼ぐの時楽したいわけですよ。まあ、それしょうがないとは思うんですけど。でもね、それだとあんまうまくいかないんですよね。本当に。うん。いや、が、頑張れよっていう,う、単純に。いや、 ぶっちゃけ言うと、会社の仕事頑張んなくていいから、会社の仕事で普通に頑張ってることを普通にネットビジネスで頑張ればいいと思うんですよ。だ会社で頑張っていることを普通にネットビジネスで、まあ、例えば8時間頑張るわけじゃないですか、会社でね。最低、大体は。ね。まあ、サービス残業もあったら10時間とか12時間やるわけじゃないですか。じゃそれをネットビジネスでちゃんとそれぐらいやったら稼げるよ。<laughs> まあ、だそうは言ってもね、こっちでいろんなストレスがあって、こっちでっていうところだとは思うんですけども、まあ、やればいいのになっていうところですね。うん。そう。でね、さっきちょっと見てたんですけど、なんか22歳の子がね、投資詐欺に引っかかって、ね、で、自殺したみたいな、あの、ドキュメンタリーニュースがあって、これね、9月1日ぐらいに動画がアップロードされてるやつなんですよ。あの、 投資詐欺自殺。そう。あの、あ、じゃあ、22時間前だな。に、ANN チャンネルでアップされてる投資詐欺で奪われた22歳の命 J の追跡っていうのがあって、これ見ちゃいましたね。 暗号資産の運用を歌う投資に手を出した社会人になった場合二22歳の人が、しかし借りて、えー、投資した150万円は返ってこなくて、その後なんかまあ、自殺しちゃったみたいな。うん。まあ、この女性の方はですね、なんかその、奨学金みたいなの借りてて、なんか、まあちょっと、まあその LINE も出てたんですよ。で、最初疑いから入ってたんだけど、やっぱ、 うん、行っちゃったんでしょうね。なんかいろいろとこう言われてうんう。やっぱ何もしなくても配当があるとか、何もしなくてもお金が入ってくるって、うん。まあ冷静に考えればね、どうなのかっていうとこなんですけど、うん。まあちゃんとやりましょう。ちゃんと。<laughs> ちゃんとやった方がいいと思いますよ。 地道に。まずは、僕のおすすめとしては、僕のおすすめとしてはですよ。ちゃんとビジネスを覚えて、ビジネスでお金が稼げるようになったお金で自分で勉強して、またそれも投資。それも投資するのも自分で勉強してやっていくってことですね。うん。なんかその、大切なお金を、なんかその、預け、預けて、利回りもらうっていうのは、なんだろうな。一般的なその、なんだろうな、もうその、 なんだ、トヨタとかね。なんかその、もう、実体がある。日産とかトヨタとかもう、どう考えてもあるじゃないですか。で、それの株を買って、まあ、利回りあるのか分かんないですけど、トヨタの利回りがあるのか分かんないけども。まあ、そういうの、そういうやつだったらいいと思うんですよ。だけど、よく分かんない、その、なんか、うーん、なんだろうな。そこは、リスクがありますよね。うん、リスクがありすぎる。 で、その、なんだろうな、リスクがダメだった場合、まあ投資は全部、まあ、その大手のトヨタにその株を買ったとしても、それはリスクだとは思うんだけど、全部投資はリスクなんだけども、その、なんだろうな、ビジネスをやってなかったら、そのリスクが、なんだろう、追えないんですよね。うん、だって自分で、まあこの女性の方の場合だと、150万消費者金融で50万、50万つまみました。だけど、返せないんですよ。 でもビジネスもしやってたら150万作れるんですよ。久保さんも150万稼げって言われたら稼げると思うんですよね。でもそれビジネスのスキルが何もない状態でそれ貼ると、亡くなった時どうするっていう話で。うーん。僕はもう完全に自分でまずはビジネスをマスターするっていうのはおすすめしてますね。ビジネスで軍資金を作って、その軍資金、余った余剰資金、軍資金をもとに投資にこう使っていくっていうのが一番いいと思うんですよね。 うんまあ、ビジネス勉強した方がいいと思いますけどね。うん、はい、いってらっしゃい。